前回、アブネア編4章を攻略し、ドルシネアからダンスバトルの挑戦状を叩きつけられました。今回はテメノス編を最終章の4章まで攻略します。まずは、クラックレッジM会、放置していたもう一つの3章を開始します。テメノス編3章、クラックレッジ編、ざっくりストーリー解説。カルディナの行方をつかむため、炎を守りし一族の村であるクラックレッジを訪れたテメノス。一族の情報を集めるために町の探索を開始するも、なぜか町の人々の反応は冷たかった。宿屋に泊まったテメノスは、かつての友人、異端審問官のロイの夢を見る。ロイは、教皇と教会内部を調査した際に、黒血球なるものを手に入れる。ロイ曰く、この弓はこの世にあってはならないものであり、壊すこともできないため、これからこれを隠しに行くとのこと。教会の暗部に近づきすぎた彼は、結局この日以来、帰らぬ人となってしまった。目を覚まし、調査を再開するテメノス。怪しい女に、ハニートラップを仕掛けられるも、男にしか興味がないテメノスに聞くはずもなく、逆に女の正体が月影教徒であることを暴き、落日の遺跡へ案内させることに。遺跡の奥でテメノスは何者かの式を発見し、かつて村と遺跡には炎を守りし一族カル族が住んでいたこと。数十年前、この遺跡でカル族は月影教徒に皆殺しにされたこと。そして、月影教徒は夜と呼ばれる災いを起こすために夜の書を求めていることを知る。町にいた住民は、この時カル族を皆殺しにした月影教徒が、成り代わったものだったんですね。バドスによる一連の殺人は、夜の書のページを集めるのが目的で、クリックはその手がかりを得たがゆえに殺されてしまったのだ。この手記の主はカルディナであり、彼女はカル族の末裔で、復讐のために夜の力を得ようとしていることに気づく。やがて夜迫るは、月影教の言葉だった。黒幕がカルディナだと確信したテメノスは、七死の里へ向かうのだった。といったところで、クラックレッジ編は終了。このまま4章、と行きたいところですが、最終章のボスは、これまでのボスとは比べ物にならないほどの強さなので、このまま進んでも、ボコられるのがオチです。というわけで、ここから各種アイテムを集めるための、桃万巡業を開始します。主に集めるアイテムは、BP 回復のザクロ大、特大、HP 全体回復のブドウ、全回復のジャム、各種精霊石特大、各種ナッツです。巡業中は間違って盗んでしまうことがないよう、ソローネを外して、アルテケオと入れ替えておきます。泥棒、ダメ、絶対。それでは、桃万巡業、行ってみましょう。才の町では、エレメントブースターをねだり。前作でも活躍した続行が100アップするアクセで、今後、テメノスの必需品の一つになります。お前のことが欲しかったんだよ。その他、各種ナッツもおねだり。次はロック島ですが、まだブクマしていないため、一旦ケノモの浜の停泊所へ飛び、船で上陸します。これにて、桃万巡業終了です。最後は、サブストーリーの攻略のため、ソローネとパルテケを交代します。コニングクリークの横にいる漁師のオサに話しかけ、サブストーリー、魚泥棒を開始。魚泥棒を捕まえるためには、その場で時間変更を行い夜にし、そのまま明け方まで待っていると、出現します。のこのこと現れました。漁師は毎晩酒を食らって朝方まで寝ているのでこの時間を狙っていた模様。ソローネの闇討ちでお仕置きしましょう。必要レベルは20です。魚泥棒を漁師の前に食器盗みを働いた理由を聞くと、
自分には魚の目利きしか才能がないため、魚を盗んでいたとのこと。その目利き能で見込んだ漁師は、魚泥棒を漁師へと誘うのだった。これにて、一件落着。クリア報酬として、お目当ての仏構造鏡の夏布台をゲット。これにて、今回のアイテム集めの全工程が完了です。お疲れ様でした。今回の巡業により、各アイテムの所持数は上記のようになりました。ナッツは特に重要なので、回収し忘れがないか、数をチェックしておきましょう。早速、巡業でかき集めたナッツを使って、各キャラのドーピングをしていきます。ナッツの振り分けは、上記の通りです。SP、続行、回避は、てめの巣に全振り。HP、仏行、回心、速度は、ソローネに全振り。仏棒は、光に全振り。命中は、てめの巣、光、アグネアで、仲良く分けます。命中ナッツ特大は今後オズバルドとキャスティにも使うので残しておいてあげましょう。ちなみにナッツの上昇量は前作同様ランダム要素がないので吟味の必要はありません。ただし同じナッツを使用してもキャラごとに上昇量は異なります。基本的にもともとその能力値が高めのキャラに対応するナッツを使った方が上昇量も高くなる傾向にあります。ナッツによる上昇量は、各キャラの能力値ごとに設定されている係数に、ナッツのサイズによる倍率をかけて算出されます。各キャラの能力値ごとの係数は、上記の通りです。ナッツのサイズによる倍率は、通常サイズが1、大が2、特大が4となっています。例えば、テメノスに SP 増強のナッツ大を使った場合、テメノスの SP の係数 3.9 に、ナッツ大の倍率2をかけて 7.8 となり、小数点以下切り捨てで上昇量は7となります。なお、小数点以下の値は内部的に保存されているため、次にもう一度テメノスに SP 増強のナッツ大を使った場合、7.8 たす 7.8 イコール 15.6 で、小数点以下切り捨てで15となり、2回目の上昇量は8となります。この辺の仕様も前作と同じですね。さて、ナッツによる肉体改造が終わりました。テメノス、ソローネ、アグネア、光の、ドーピング前後の基礎能力値を比較すると、このようになります。あんたも成長したもんだ。次は、バトルジョブを変更します。テメノスを剣士に、アグネアを盗賊にします。次は、アビリティの習得です。アグネアに、盗賊のアビリティ、ライフスティールダガーを習得させます。装備の変更は特にありません。いつものように宿屋で回復したら、七死の里へ向かい、テメノス編4章を開始します。テメノス編4章、ざっくりストーリー解説。30年前、カル族が落殺された日の記憶、カルディナは父を殺されてしまう。カルディナは世界を、神を、そして何より自らの無力を憎んだ。旧敵を追って聖堂機関に入り込んだカルディナは、復讐のために何に変えても力を手にすると誓う。そして時は現在、カルディナは親衛隊のウルトラを引き連れ、怪しげな洞窟の奥へと進む。カルディナを追って、七死の里に到着したテメノス。儀式の場所は、カルディナのメモに書かれていた試練を乗り越えればわかるはずだ。試練である迷いの森の謎を解き、森人シルルットの案内で、森の奥へ進むテメノス。迷いの森というだけあって、かなり広いダンジョンになります。塩化リセットを駆使しても、最低1回は塩化してしまいます。シルルットは、かつて大魔術師ダーケストが、この先の洞窟の奥で儀式を行い、暗黒を招いたこと。そして、ダーケストは、暗黒の力を求めて争う欲深い人間に呪いをかけ、欲を持たない獣人にしたという起源を語った。ダーケストさん、ケモナーだったんですかね。一方、洞窟の最大手前では、オルトがクリックの死についてカルディナを問いただしていた。カルディナは、使命を全うするのみと、親衛隊を切りつけ、暗黒を呼ぶ、儀式を始めるのだった。暗黒を呼ぶ儀式を始めてしまった、カルディナの元へ向かいます。砂丘は広く、最王にしかセーブポイントがないので、ここでもエンカウントは避けられません。倒れている聖堂騎士たちに駆け寄ると、瀕死のウルトからカルディナを止めてくれと頼まれる。この先でボス戦なので、夜にしてから先へ進みましょう。
33点目、青銅器環境カルビナです。HP はついに10万の大台に突入。さすがメインストーリーのラスボスなだけあって、これまでのボスとは比較にならないほどタフな相手です。通常行動は、単体物理に加えて DP を1減少させる巨剣、速攻と速防ダウンを付与する魔空剣。全体闇属性ダメージに加え、暗闇を付与する暗黒の波動、暗闇渋滞の人を即死させる闇に葬る。ブーストから、全体物理攻撃に加え、暗闇状態だと、ダメージが2倍になり、ブラインドショットを使用します。自身の HP が 60% を下回ると、会話後に、火器夜のカルビナへと変貌。形態変化直後に、暗黒が当たりを包むを使用し、味方の HP 回復量が半減。シールドが13に上昇し、弱点を変化させ、各種バフを永続付与します。暗黒が当たりを包むの回復半減効果は、ブレイクすると一時的に解除されますが、ブレイク復帰時に自動で再発動します。形態変化後の行動は、単体部品に加えて、暗闇と恐怖を付与する奈落送り、BP を一減少させる心臓潰し。全体物理に加え、暗闇を付与する振り回す、暗闇の味方一人を即死させる闇に葬る。ブーストから全体闇属性ダメージに加え、暗闇を付与する深淵の波動を使用します。さらに HP が 30% を下回るとランダム4ヒット物理に加えて、暗闇を付与する死の競争と行動回数を3回に増やす活性化を解禁します。ついに黒幕のカルディナと対峙したテメノス。テメノスの審問により事件の全貌は解き明かされ、一連の殺人を聖典に見立てていたのは、神への皮肉だったことが判明する。その手腕を見込んで、テメノスを自分の部下に誘うカルディナだったが。それが、答え。なぜだテメノス、貴様はなぜ私の邪魔をする。これが仕事なもん。勤勉なことだ。冥府でも働くがいい。クリックを助手にしてな。愚者は死して学ぶ。カルディナ、あなたが全ての黒幕だった。さあ、罪を認めなさい。罪だと？この世で最も罪深いものを教えてやろう。それは神とやらがこの世を作り、醜き人間を生んだ愚者だ。そいつも切り伏せ、罪をあがなわせてやろう。傲慢な、どれほど犠牲を払うつもりだ。覚悟しろカルディナ。あなたを断罪し、私は真実を白日のもとにさらす。邪魔をするなテメノス。私は暗黒を手に入れるぞ。カル族の無念を晴らすのだ。何者も犠牲にし、私は何にでもなろう。我が憎しみの闇で、かの者を葬るまでな。クリックの無念を晴らすため、カルディナと決着をつけましょう。ゼロターン目、光はスプリングブーツでソローネの行動順を5ターンの間先頭にします。いいでしょう。テメノスはマジックスティールロッドでカルディナのシールドに削ります。出番か。ソローネは闇の帳で物理確定ミスのデバフを付与。形態変化直後の攻撃に備えます。アブネアは風呼びの歌を使用して次ターンの味方全体の行動順を先頭に。次のターン、スプリングブーツの効果で先制したソローネがブースト1センチとドロキを選択。光はクリティカルスコープでカルディナに確定クリティカルのデバフを付与。アブネアは BP 回復のザクロ台でソローネの BP を2増やします。テメノスは即時からブーストにアリダルギリで攻撃。合計5ヒットとなり、カルディナをブレイクできます。
行動15%だったので、攻撃と石でも全地轟きのダメージはカンストします。次のターン、転生したトローネが、底力ブースト1センチ轟きを選択。2回目の行動も、同じくブースト1センチ轟きを仕込みます。光は、ブースト3非炎化で攻撃。ダメージを稼ぎつつ、ラストアクトを仕込みます。行きますか。光のラストアクトに備えて、テメノスは、DP 回復のザクロ台で、光の DP を回復しておきます。アブネアは、底力ブーストに獅子の舞で、味方全体の武器高圧を7ターン延長します。これで、この戦闘の最後まで武器高圧が持ちます。ターンの最後に、トローネの天地轟きに連で、62万ダメージ。ここからだ。ラストアクトで再行動した光が、ダメ押しのブーストに変形カタパルトを述べ攻撃。容赦せんぞ。HP が 60% を下回ったので、ブレイク復帰後、会話が発生します。どこまで立てつく気だ、このガキめ。ご存知だろう。真実を暴くまでだ。笑わせるな。貴様などにたどり着けるものか。人とは無力なものだ、てめえ。それに、何かにすがらずには生きられん。あなたは力にすがろうというのですか。私は暗黒を得るぞ。何かえっても暗黒とは何だ。暗黒すべて世の至るところにある。寝起きするとき、戦うとき、常に傍らに、その胸の中です。わからん。でも、その目で見るがいい。これが暗黒。素晴らしいぞ。なんだ、バカな、失敗か。飲まれる、この私が。やめろ。コルディナ、戻して。いや、違う、これは形態変化により暗黒が当たりを包み、シールドが13に増加。2回目の行動は確定で振り回す。物理攻撃なので闇の帳でミスとなります。3ターン目、ソローネはライフシールドガーでシールド削り。私の番。アブネアは風呼びの歌で2ターンの行動順を先頭に。こちらの番だな。形態変化後のカルディナは剣が弱点なので、光とテメノスはサミダレギリでシールドを削ります。シールドの数が13と多いので、とにかく数で削るのが重要です。テメノスを剣士にしたのはこのためでした。バイバイ。4ターン目、ソローネは闇の帳で再度反撃に備えます。光とテメノスは引き続きサビダレミリでシールド削り。月光の審判のデバフが切れているので、アブネアはブーストにスクローでカルディナに絶望ダウンを6ターン付与します。行きますか。前ターンの風呼びの歌のおかげで、カルディナに攻撃される前に確実にブレイクできます。次のターン、転生したトローネが再び天地轟き。形態変化で永続絶望圧がかかっているので、ブーストにで使用します。光はブーストにリサイクルハンマーで攻撃。永続バフのせいで感知とならず。アブネアは SP 回復のプラムをソローネに使用。ここで SP を回復しておかないと最後にガス欠してしまいます。テメノスは BP 回復のザクロ台をソローネに使用。ブーストに天地轟きなら永続バフの上からでもカンストに届きます。ブレイク復帰後の行動は覚醒で活性化と奈落送り。奈落送りは物理攻撃なので帳で無効化できます。6ターン目、再びカルディナのシールド13を味方全員で削っていきます。ソローネとアブネアはライフスティールダガーで、光はサミダレギリでシールド削り。ライフスティールダガー、いいでしょう。テメノスは、リターンに備えて防御。行きますか。これが、仕事なもんで。
7ターン目、防御で先制した攻めの日が、ネイスト3神乱切りで攻撃。6ヒットするので、これでカルディナをブレイクできます。シェローネは、またまたブースターに転覆届きを準備。アブネアは、ダメージを稼ぐため、闇の精霊石特大を使用。カルディナの残り HP によっては、特大ではなく大を使うなどして、オーバーキル調整をしましょう。光は、次のターンに備えて、変形カタパルトを修理します。ソローネの天地とどろきが発動。8ターン目、ソローネは、ベーストに天地とどろきで、とどめの準備。オーバーキル調整のため、アブネアは再度、精霊石特大を使用。光と風の精霊石特大は、この先使用するので、最低一つは残しておきましょう。光は、修理が終わった変形カタパルトで、ブーストにへの選択で攻撃。これ以上攻撃すると倒してしまいそうなので、デメノスは防御。最後は、ソローネの天地とどろきで、フィニッシュです。強行、ロイ、グリップ君、終わったよ。ドロップアイテムは、カルディナが担いでいた黒色の体験。1回目はオーバーキルに失敗したため、テイク数は2回でした。カルディナとの決戦を制したデメノス。暗黒の力に飲まれたカルディナは、異様となり果て消滅、儀式は失敗に終わった。カルディナの死により、聖堂機関の権威は失墜、事件のすべてが白日のもとにさらされることとなった。かくして、強行殺害より始まった、一連の連続殺人事件は幕を下ろす。真実を追い求め、亡くなったとも、忍ぶテメノス。しかし、月影教の指導者は誰なのか、暗黒の力とは何か、テメノスの新たな謎解きが始まるのだった。テメノスさん。おや、ミントさん。髪飾りは外されたのですか？似合ってたのに。はぐらかさないでください。またどこか行っちゃうのね。お別れも言わずに。湿っぽいのはどうも性に合わないようで。でも昇進旅行は終わったんでしょ？はい、次はそうですね。当てのない散歩でもしてこようかなと。本当に何を考えてるかわからない人。またあなたに手紙を送らなきゃいけませんね。いいえ、もう大丈夫よ、テメノスさん。だって旅はもう終わったから。さようなら、ミントさん。静かなる黄昏に身を任せる。光は消えゆく。やがて夜迫る。これにて、テメノス編完結です。これ以降、主人公のテメノスも、パーティーメンバーから自由に外せるようになります。さらに、クリア報酬として、テメノスが EX アビリティ、神聖魔法を習得します。SP を全消費して、敵全体に光属性ダメージを与える魔法であり、消費した SP 量が多いほど、ダメージが上昇します。つまり、マダンテですね。そして、先ほどの戦闘で、テメノスにダメージ限界突破を習得可能な JP が溜まりました。つまり、そういうことです。次回、マダンテ放題テメノス爆誕、お楽しみに。